もしもし。ねえ、どんなパンツ履いてんの？ああ。ん？昨日から気持ち悪いとか電話かかってくるんです。実は電話か。はい。あ、気分悪い。いや、だそういうのはね、着信拒否すればいい。ああ。したんですよ。うん、したのにまたかかってくるんです。ああ、そうか。あの番号違う電話からかかったらね、それはわかんないけどね。番号変えるしかないですよね。いや、でも変えるのもちょっと腹立つよね。そうか。また来た。もしもし。ねえ、エロいパンツ履いてんでしょ。見せてよ。なあ、もう気持ち悪い。そういうのはもう、ビリってねえでよ。ガツンって言ってないんだよ。ちょっと怖いじゃないですか。大丈夫、ガツンって言うんだよ。わかんない、そんなパン野郎は。うわ、ちょっと、来たか、はい、俺ガツンって言ってない。ガツンエロいパンツ履いてんでしょ。何色ピンクの毛糸のパンツだよ。バーカ、ごめんなさい。元気だな。元気が何よりだし。もう少しますなし。ああ、飯食うわ。美味しいのよ、せなしよ。さあ、食べよう。美味しいやつなし。なしご飯。これご飯じゃねえ、なしだろ、これなし。なし、シャリシャリして美味しいやつなし。お前、これ食えないから、お前。ご飯が欲しいんだよ、俺は。美味しいなし。え？なし味噌汁なし。味噌汁に梨入れるか、お前。梨汁がいっぱい入ってるらしい。落ち着け。なんだこのステーキは。これこれ、梨ステーキだし。こんなもん食えねえよ、お前。梨嫌いだし。こんな子食えねえつんだよ。バシャーン。ほら、梨やるよ。あ、ありがとうございます。梨が好きなんだろ、お前。じゃあ遊べだし。え？遊べだし。うん、梨こんなにしやるだし。レディーゲッ、ここにあるぞ。もうやめろ。爆笑夫婦コント、優香のだらしない妻。なんだよ。寝坊しちゃったのよ。寝坊？まあ8時半だねえか、もうお前。8時半なのよ。何やってんだよ。なんでほら、昨日さ、夜中までね、引っ越しのね、荷物片付けてたのよ。で、引っ越しの荷物は今日昼間やれって言ったじゃないか、お前。ごめんなさい。もう遅刻だ、お前。早くしようよ。行くぞ、行くぞ。え、もう行くの？会社行くんだろ、もう8時半だでも。8時半だよ、普通。出る、行くのが会社へ。ね、ズボンでした、ズボン。ズボンはね、ズボン、早くしろ。そうだ、あのね、すぐ履くと思ってね。ほら、ここに。ほら、いいじゃん。プレスしといたの。お前、プレスって寝落ちするときにさ、普通お前、ズボンと折り目はこうだぞ、お前、こう。そうなの？横にしちゃったの、お前。え、どうしよう。かっこ悪い、これ。なんだよ、お前、いい、まあいいよ、我慢する、我慢するよ。よかった。ワイシャツ、ワイシャツ、ワイシャツ。ワイシャツだよ。あ、そうだ、ワイシャツ、そうそうそう。昨日ね、うん、洗濯して干そうと思ったんだけど干し忘れちゃった。干してないのこれ、うん、嘘。どうしよう。どうしようって、これこれしかないんだ俺んちは。うん、わっちゃー。冷たいよお前これ、うん、もういいよ、我慢するわ、もう、うん、おい、靴下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 だよ、靴下。そう、靴下、ちょっとさ、ご飯食べてて探してるからさ。えちょっと先に飯は食ったの、ちゃんと。そう、ご飯は、あ、ごめんね。はいはい、ごめんね。靴下、どこにあったっけな。靴下があったぞ、靴下。あった？これなら靴下、これよかった。よくねえよ、お前。お前、味噌汁の中なんで入っちゃってんの、靴下が。俺、うんじゃねえよ。どうしようって、これしかねえんだ、履くしかねえだろ、お前。まったく、うんじゃねえよ、お前。見て
る方はいいけど、履いてる方は気持ち悪いよ、それ。履けるよね。片方しかねえよ、片方しか。もう片方、どうしたっけ。ちょっと食べて、手探すから。早くしてくれよ、お前。ね。どこ行っちゃったんだろうな。おい、あったかもしんねえぞ。また全部姿見えねえけど、これ。納豆の中で靴下いたら臭い、両方とも臭いだろこれ。でもあってよかった。よかったじゃないよお前。どうすんだこれ。大丈夫？大丈夫。でもいけるわね。まあ全部気楽に言うよね。俺これ初めてだよこんなこと。そうね。ちょっと。これ歩きづらいぞお前。うわ。こりゃきついな、おい、ネクタイは、ネクタイネクタイどうし、そうだ、ネクタイね、よいしょっと、これ、ベタ、はい、お前、ぬかみその中に入ってんの、ネクタイが、うん、うんじゃねえよ、明るく言うなよ、お前どうしよう、どうしようってするしかないだろ、これ。あ、くっせえな。できそう？できそうって、もう洗ってくんねえからこれな、なんとかよ。もういいから、上着。上着？ジャケットだよ。ジャケットちょっと探す。俺探しててくれよ。ちょっと便所行ってくるから便所へ。これジャケットどこだっけ？本当に。あったぞ。ありましたよ。よかった。見てないよバカ野郎。爆笑夫婦コント。ケンとミキエの武将な夫婦。ああ、こんな時間か。まだまだ寒いな。便所来て、しょんべんしてやけどな。寒いな。どうしたもんかな。起きろもん、起きろよ。おはようじゃねえよ、なんか飯作れ飯よ。だって寒いもん、自分でやってよ。お前におくだろ、お前コーヒーくれる、コーヒーくらいよ。インスタントでいい。ああか。お前お湯入れなきゃこれコーヒー飲めないだろうよ。ダメ。ちゃんとやれよ。もうだらしないだろうよ。本当にもう我慢だな。寒いな。何のお湯使ったこれ。え、これこれ、お前ダメよ、ダメダメ、これ使っちゃもう本当に何もしないで、お前はもう、うるさい、もう寒い、もうちょっと寒いってば。お前何引っ張ってんだよ、俺寒いっつってんの。お前だって起きて、お前みそちゃんしろよ、だってよ、もうなんだよ、何だ、話せよ。
目が覚めた。